今アメリカはタックスリターン確定申告シーズンの真っ只中。しかし今年はその恒例行事の順調な遂行を妨げかねない事態が発生しました。メキシコ国境の壁建設予算をめぐる与野党の対立による政府機関の一部閉鎖、確定申告を受理する IRS 内国歳入庁を含むおよそ80万人の政府職員が一時帰休や無給労働を余儀なくされ、手続きへの影響にも心配の声が上がりました。 IRS は例年と同じ1月終わりには確定申告の受理を開始していて、政府閉鎖があってもなくても還付金を予定通り返金すると声明を出しています。今回はアメリカで長年会計・経理に関するサービスを行う公認会計士の尾崎真由美さんに、政府機関閉鎖で考えられる確定申告への影響を教えてもらいます。35日間続き、アメリカ史上最長となった今回の政府機関閉鎖。確定申告の受理が始まる直前の先月25日、つなぎ予算の成立で閉鎖は一時解除されたものの、納税者への影響はあるのでしょうか。影響はあると思います。 IRS は政府の閉鎖がなくても一つの対応や手続きに数ヶ月かかっています。しかも今は確定申告の一番忙しい時期ですし、税制改革後初めての確定申告ですから影響は大きいと思います。最も心配されているのは還付金の遅れ。アメリカの納税者の多くはホリデーシーズンの出費やクレジットカード返済に還付金を充てる計画を立てていて、受け取りの遅れが深刻な状況を招くケースも少なくないといいます。2013年の10月に16日間過ぎた政府閉鎖では、確定申告の還付金22億ドルに遅れが出ました。一般的に政府閉鎖が10日間以上続くと還付金にかかるリスクが高くなると言われていますので、今回は還付金の受け取りが遅れた時の計画も立てておくことをお勧めします。つなぎ予算が切れるのは今月15日。それまでに新たな予算案が合意に至らないと再び閉鎖に陥る可能性があります。この不安定な状況下で他に考えられる影響はあるのでしょうか。閉鎖中は IRS の問い合わせの対応はとても限られた回数だけになりますし、閉鎖解除後はその反動で問い合わせも増えますので、どちらにしても IRS の問い合わせはとても難しくなると思います。電話の場合待ち時間が長くなるでしょうし、 IRS も対応や返答が遅くなる可能性があると声明を出していますので、ご注意ください。最後に、この状況で確定申告の手続きをできる限りスムーズに進めるためのアドバイスを聞きました。 IRS は紙と電子両方の申請書を受領していますが、今回は電子申請を強くお勧めします。そうすることで間違いの防止や還付金を早く受け取ることにつながると思います。また今回は税制改革後初めての確定申告でもありますので、それに合わせた準備を忘れないようにしましょう。